最後かもしれません。メンバーを一応紹介してください。ピアノ高橋明治、そして、アコーディオン、トンボ楽器新社長間野照久四代目でございます。四代目襲名おめでとうございます。そして、村方ですね、柳川優子さん、すごい人ですね。それで、ハモリ係のマドンナ、なんだっけ、お尻吹雪とかなんか言われたけど、木村明美さん、はい、あと、ベースはやっぱりトンボ楽器のエリート、永井大輔、はい、こんばんは。あと、ボクちゃんは、平志門、まな弟子、はい、すごいですね。その隣山口真希、すごいですね。田中光栄、イケメンですね、うん。お隣、森谷楽器田村克実元イケメン、いやいやいや結構ね、社会が人気なんです。社内ではまあいいか。後ろ、トンボ楽器、次長、間野哲夫、はい、今日の花、高橋さとこ、こんなこともできます。素晴らしいですね。で早速行きましょうか。そして平井秀樹、イケメン、イケメン、これからイケメン、はい、行きましょう、はい、じゃあ行きましょう。とにかくプロと違うんで思いっきりやってください。Thank you.
大変ありがとうございます。ちょっと予定影響もあったんですけれども。